日本狼、日本狼、日本狼、学名カニスルーパスホデファイラックスは、日本の本州、四国、九州に生息していた狼の一夜種、あるいはカニス属のホデファイラックス種、二十世紀初頭に絶滅したというのが定説である。1905年、明治三十八年一月二十三日に、奈良県吉野郡小川村市屋口、現、 東吉の村橋屋口で捕獲された若いオス、後に標本となり現存するが確実な最後の生息情報である。なお、1月23日は、アメリカ人の動物採集家、マルコム・プレイフェア・アンダーソンと同行していた、金井清及および、漁師の石黒平次郎が、地元の日本人、漁師2名から、狼の死体を850銭で購入した日付であり、 標本作成の際に、カナイが、幻統の背中に、腹やや青みを帯びて腐敗しかけているところから見て、数日前に取れたものらしいことに気がついているので、正確な捕獲日は1月23日よりも、数日前である。白製の作成は宿泊していたカオルズキ、ロウ、現在のミナハナロウの近くで行った。2003年に、1910年、明治43年8月に、 福井城市にあった農業試験場、松平市農場、松平康志総参照にて撲殺された犬か動物が日本狼であったとの論文が発表された。だが、この福井の個体は標本が現存していない福井空襲により消失。写真のみ現存。ため、最後の例と認定するには学術的には不確実である。2012年4月に 1910年に、群馬県高崎市で、狼狩猟の可能性のある雑誌記事、1910年3月20日発行狩猟雑誌、領有が発見された。環境省のレッドリストでは、過去50年間生存の確認がなされない場合、その種は絶滅したとされるため、日本狼は全滅種となっている。脊水動物アーモンホニュールイツナネコ目。 食肉目犬飼いの属に属する。全滅種。体長95から114センチメートル。お腹約30センチメートル。肩高約55センチメートル。体重推定15キログラムが定説となっている。白星より。他の地域の狼よりも小さく中型日本犬ほどだが、中型日本犬により、足は長く、脚力も強かったと言われている。背に湾曲し、 先が丸まっている。糞は短く、日本犬のような段はない。耳が短いのも特徴の一つ。周囲の環境に溶け込みやすいよう、夏と冬で毛色が変化した。日本狼は、同じく全滅種である北海道に生育していたエゾオオ,オカミとは別荒種であるとして区別される。エゾオオカミは大陸の灰色オオカミの別荒種とされているが、日本狼を 灰色狼の亜種とするか別種にするかは意見が分かれており別亜種説が多数派であるものの定説にはなっていない。日本狼が大陸の灰色狼と分岐したのは日本列島が大陸と分かれた約17万年前とされているが一般に種が分岐するには数百万年という期間を要しまた生態学的地理的特徴においても 種として分岐するほどの差異が見られないことから、同種の別亜種であるとする説。日本狼を記載したコンラートヤコブテミンクによると、日本狼は、灰色狼と別種であるという見解である。また、日本狼の頭骨を研究していた、今泉義則も頭骨に六箇所の相違点があり、独立種と分類すべきとしている。このように大陸産の灰色狼の亜種ではなく、 ガニスホデファイラックスとして独立種であるとすることもある。岐阜大学教授の石黒直隆により、日本狼の骨から DNA が取り出されて、調査された結果、大陸の狼とも犬とも遺伝的に異なる系統であること、本州、四国、九州の各地域で捕獲されたサンプル間の遺伝的際は、小さく遺伝的に均一性の高い集団であることが確かめられ、 この論文は2009年度の日本動物学会誌11月号に発表された。石黒教授は朝日新聞のインタビューに日本狼は限られた遺伝子集団であり、日本列島で孤立化した種、日本狼の起源となった狼もすでに絶滅しているのかもしれいが探し出したい旨のコメントを残している。同論文中に示された遺伝子系統樹では、 日本狼集団は単系統のクラスターを形成しているが、系統樹全体で見れば犬、カニスルーパスファミリーエリスを含む灰色狼、キャニスルーパスの種内に包摂されているため、大陸の灰色狼系統とは、アシュレベルの差異であることが示唆されており、遺伝系統の考察においても慎重ながら、日本狼は、大陸の狼一系統に由来すると推測されている。 その後、石黒は2012年の日本獣医師会雑誌、第65巻第3号に掲載された論文の中で、日本狼もユーラシア大陸由来の大陸狼から派生した地方集団と考えて、島に閉じ込められて体型が小型化した島初化集団と推測するとわかりやすい。今後、朝鮮半島や台湾などユーラシア大陸の島所部で、 日本狼と同じ系統を示す大陸狼の一種、ママがいないか調査してみたいものであると述べており、2009年時点よりも明確に別亜種説をとっている。日本狼という呼び名は、明治になって現れたものである。日本では古来、ヤヤママイイ、イヌ、サイヤマイヌ、サオオカミ、オオカミと呼ばれる犬科の野生動物がいるとされていて、説話や絵画などに登場している。 これらは同じものとされることもあったが、江戸時代頃から別であると明記された文献も現れた。ヤマイヌは小さく狼オオは大きい。狼オオは信仰の対象となったが、ヤマイヌはならなった、などの違いがあった。このことについては、下記の通りいくつかの説がある。現在は、ヤマイヌと狼オオは、同種とする説が有力である。なお、中国での漢字本来の意味では、 サイはドール、赤狼、狼は、大陸狼で、混同されることはなかった。現代では、ヤマイヌは次の意味で使われることもある。昭和の動物学者、平岩米吉は、日本狼絶滅前は、日本狼と山にいる野犬を混同して両方、ヤマイヌと呼んでいただろう、とし、高貸色の毛を持ち、常に尾を垂れているものが、日本狼であるが、 両方とも人を噛むという点でどちらも人々から恐れられていただろうと述べている。生態は絶滅前の正確な資料がなく、ほとんど分かっていない。白明白母星で北海道に生息していたエゾオオカミと違って大規模な群れを作らず、2、3から10頭程度の群れで行動した。主に日本自家を獲物としていたが、 人里に出現し、飼い犬や馬を襲うこともあった。特に馬の生産が盛んであった森岡では、被害が多かった。遠吠えをする習性があり、近距離でなら、障子などが震えるほどの声だったと言われる。三方に広がる、すすきの原などにある岩穴をすとし、そこで三頭ほどの幸運だ。自らのテリトリーに入った人間の後ろを、監視する様についてくる習性があったとされ、 送り剣はこの修正を人間が都合の良いように解釈したものという意見もある。また、ホデファイラックス、道を守るものという足名のもととなった。一説には、ヤマイヌの他にオカメ、オオカミの鉛と呼ばれる送信で長毛のタイプもいた、ようである。フィリップ・フランツ・フォンシーボルトは、両方飼育していたが、オオカメとヤマイヌの頭骨は、ほぼ同様であり、テミンクは、オオカメは、 山犬と家犬の雑誌と判断した。狼オオが亜種であった可能性も否定できないが、シーボルト事件で家宅捜索を受けた際に種が散逸し、詳細は不明となった。和漢三歳杖絵には、狼オオ、人の束ねを見れば、必ずその上を飛び越し、これに尿して、後に、これを食うと記述されている。日本列島では、縄文時代早期から家畜としての犬が存在し、 縄文犬と呼ばれている。縄文犬は縄文早期には体高45センチメートル程度、縄文後期、晩期には体高40センチメートルで、両犬として用いられていた。弥生時代には大陸から縄文犬と形質の異なる弥生犬が導入されるが、縄文犬、弥生犬ともに東アジア地域で狼から家畜化された犬であると考えられており、 日本列島内において日本狼が家畜化された可能性は形態学的、遺伝学的にも否定されている。なお、縄文時代には日本狼の遺体を加工したソーシン具が存在し、千葉県のカノエツ解析からは縄文前期の上学検出性の騎馬製垂れ飾りが出土している。日本の狼に関する記録を修正した平岩米吉の著作によると、 狼が三冠のみならず、家屋にも侵入して人を襲った記録がしばしば現れる。また、北越地方の生活史を記した北越節符や、富山、飛騨地方の古文書にも狼街について、具体的な記述が現れている。奥多摩の武蔵御嶽神社や秩父の三宝神社を中心とする中部、関東三冠部など日本では、魔よけやつきものを落とし、 獣害おけなどの霊言を持つ狼信仰が存在する。各地の神社に祀られている犬神や大口の神神、大口の魔神、または大口の魔神についても日本狼であるとされる。これは山間部を中心とする農村では日常的な獣害が存在し、食害を引き起こす野生動物を食べる狼が神聖死されたことに由来する。党の物語の記述には、 地山口、麻元宿では、三宝様を祭り、終わると、衣川へ送っていかなければならず、これを怠って送り届けなかった家は、馬が人夜のうちにことごとく狼に食い殺されるとがあったと伝えられており、神に使わされてたたる役割が見られる。日本狼絶滅の原因については、確定していないが、おおむね狂犬病やジステンパー、明治後には、 西洋要件の導入に伴い流行など、家畜伝染病と人為的な駆除、開発による餌資源の減少や生息地の分断などの要因が複合したものであると考えられている。江戸時代の1732年、教法17年頃には、日本狼の間で狂犬病が流行しており、狼による襲撃の増加が駆除に拍車をかけていたと考えられている。 また、日本では、山間部を中心に狼信仰が存在し、魔除けや月物落としのカ事キ等に、狼頭骨などの意外が用いられている。江戸後期から明治初期には、狼信仰が流行した時期にあたり、狼以外の需要も補殺に拍車をかけた要因の一つであると考えられている。なお、1892年の6月まで、 上野動物園で日本狼を飼育していたという記録があるが写真は残されていない。当時はその後10年ほどで絶滅するとは考えられていなかった。紀伊半島産幹部では1970年代に捕獲された動物が日本狼ではないかと騒動になった事例が複数ある。ただし、それらはタヌキの幼獣や野犬、キツネを誤認したものであった。また、 秩父山系でも1996年に日本狼に告示した動物が撮影されたことがあり、日本狼生存の噂は絶えない。また、九州中部の産地でも2000年に秩父と同様の事例があり、詳しくは四国県を参照のこと生存しているのではないかという話もある。日本狼が絶滅したことにより、 天敵がいなくなったイノシシニホンジカニホンザルなどの野生動物が大繁殖することとなり、人間の生存域にまで進出し、農作物にとどまらず、森林や生態系にまで大きな被害を与えるようになった。アメリカでは絶滅した狼を復活させたことにより、崩れた生態系を修復した実例があり、それと同様にシベリア狼を日本に再導入し対応するという、 計画が立案されたこともあった。しかしながら、日本狼よりも大型で体力の強いシベリア狼が野生化することの兵が指摘されて中止になった経緯がある。現在も祖先が日本狼と同じという説がある中国の大公安令の狼を日本に連れてきて森林地帯に放すという計画を主張する人々がいる。また、近年ではクローン技術により、 日本狼を復元しようという話も持ち上がっている。日本狼は明治の早期に絶滅したため、頭骨、毛皮は数体存在し白星は世界に4体しかない。うち国内は3体、オランダに1体が確認されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。